はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。今回は、精霊ルビス様救出のためにちょっと西の塔に、向かうんですけれども、その前にまずは光の玉を回収しに行きましょう。これ絶対忘れるんで今やっとかないと。ダーマへ飛びましょう。で、あと装備関連なんですけれども、ももちゃんの魔法の盾とね、あかねちゃんの魔法の盾を、三鏡の盾、防御力の高い方に、変えようかどうか悩んでいたんですけれども、三鏡の盾はね、やっぱり耐性がないんで、ちょっとこのまま魔法の盾でいきます。で、なんか夜になっちゃったけど、この城に行きましょう。うわ、馬がいる。ここは天界に一番近い竜の女王様のお城です。同じこと言ってんな。あと一個怪しそうなところを調べるか。いや、この中とか普通に怪しいけどね。あれ、なんかいる。女王様はあと幾ばくかのお命。これなんだろうね、医者とかがいるのかね、竜の女王様の。あんな弱ったお体で卵を産むなんて女王様が心配ですわ。確かにね、自分の体力も必要ですからね。ここは誰もいないね。結構なんか意外に複雑だぞ。女王様ご病気なのだ。しかしお命と引き換えに卵を産むつもりらしい。病気なんだ。何の病気だろうね。竜がかかる病気。あれ、ここにいるの。私は竜の女王、神の使いです。もしそなたらに魔王と戦う勇気があるなら光の玉を授けましょう。この光の玉でひとときも早く平和が訪れることを祈ります。生まれ出る私の赤ちゃんのためにも。お、亡くなってしまったか。安らかな寝息が聞こえたような気がした。まだあるよね。2階とか3階とかそういうのはないのか。この1階で全てが終わるのか。ちょっと死んじゃったけど会話変わんのかな。卵は私たちが大事に育てていきますわ。そうか、こいつらがじゃあ親っていう感じになるのか。ここは天界に一番近い城。もし誠の勇者の称号を得た者がいたなら、その光の中で天界に導かれるそうですわと。あ、なんかあったけど。おお、小さなメダル。これは、ファミコン版にはなかった、追加要素ですね。裏ダンジョンになります。ゾーマを倒してないんでね、まだいけないんですけど。そうか、じゃあこいつらの育て方が悪かったから竜王はあんなやさぐれちゃったんだね。まったく。でも母親がいないってそういうことなんだろうな、きっと。心の中でどこか悲しみに満ってしまう。で、どこ行くんだっけ。マイラだ。船どこにあんの、マイラって。まず船を探さなくては。どこに船があるのか。あかねちゃんはイカズチの杖で行くか。本当はイオラとかも使いたいんだけどな。ダンジョンに入るときはね、やっぱりね、マジックパワー無駄遣いにできないんで。ゴーメラゾーマ。そんなん唱えてくるのか。ちょっとさ、いきなりダメージ食らいすぎだよね。炎のブーメランより強いね、ブーメランはなさそうなんですよね。全体攻撃は破壊の鉄球があるから、いいんだけど、ブーメランとしてもう一個強いのが欲しいよな。だいぶ使ってるよね、炎のブーメランっていうか。寝る。もういきなりメラゾーンは食らってしまったからな。船がないとマジでわからん。船がどこにあるんだ。船のマークとか世界地図についてないですからね。こっちの方、あったあった。なかなかいい位置にあるじゃないか。どうしようかな。イオラ使っちゃおうか。イオラっていうかヒャダインを使っちゃおう。ヒャダインは若干紋章が長いんだよね。効かねえし、骨には効かないか。
あとは総攻撃。で、ここか。この塔に行きましょう。一応見とく？盗賊の花。2個。この中も同じフロア扱いだよね。どうする？2歩くらいだよね。強行する。ラゴンヌ。こいつなんかさ、ベギラゴンとか唱えてこなかったっけ？とりあえずベギラまで対抗だ。ザラキ。一人か。マヒャドを唱えてくんのか。いや、強いんだけど、普通に。ポイント自体は100ちょっとか。ベギラマとブーメランで倒せるね。経験値すげえ持ってんだけど。あとはバリアを食らうからな。まあいっか、まだ回復しなくて。いや全然わからんぞここの塔。あ、人がいる。なんでこんなとこに人がいるんだ。回転する床は歩き方を考えてから進めば歩けるはずだ。ただがむしゃらに進むだけでは誠の勇者とは言えまい。なんかみんな誠の勇者にこだわるね。あ、サタンパピー、これは攻撃していこう。ザラキを唱えた。あれ、ももちゃん作戦ガンガン行こうぜになってるっけ。ザラキ大好きっ子だね。クリフトみたいだな、4の。ここら辺ちょっとあるかだけ見よう。レミランはない。おお、ハグレメタル倒したいけどな。いや、ただラゴンヌとサタンパピもかなり危険なんだよね。いや、もう普通に行こう。普通にヒャダイン唱えよう。アグレメタルには効かないけど、倒せればラッキーくらいだな。効かねえし、しかも普通に逃げてったし。アカネちゃんのヒットポイントが2桁になったか。ちょっと回復させとく。まあ、ももちゃんはね、マジックパワーかなりあるんで、あとは無駄なザラキを連発しなければ大丈夫かな。これは普通に攻撃しよう。節約して倒す。一体で来るとは愚かなやつだ。31レベル。もう普通だね。普通に追いついたね。上にじいさん。妖精の笛を持っているならばこの塔の5階に行きなされ。ここでもちょっとレミラーマを唱えよう。ない。下は、おお、またはぐれメタルだけど、メイジキメラもいる。なんかすげえ厄介だな。悩みどころだね。イオラでも唱えとくか。ガーッ、こいつ何魔法カンタなんて唱えてくんの。はぐれメタルがとりあえず残ったな。マジかー。しかも効かねえし。痛い。30。メダファニは危険。マジで危険。そう、はぐれメタルね、倒すときね、こっちの防御力をめちゃくちゃ下げて攻撃を食らって刃の鎧で跳ね返すみたいな、そういうのもねあるんですよ、テクニック的に。お、まだ残ってる。一応王者の剣とかにした方がいいのかな。王者の剣にしとこう。そうすると逃げられるんだよね。まあ、ただそのためだけにここでの防御力を下げるのは危険だからな。上に行ってみましょう。あ、宝箱ちょっと2つあんじゃん。ミミックかい。しかし今の俺にとって、あれ、こいつメラミ効くんだっけ。なんかあんま効かなかった気がすんな。でバイキルトでも唱えとこう。ちょうど王者の剣を装備してるしね。ザキ、死なない。効かんぜよそんなもんは。オーラン212とか2倍っていうのがすごいよね。ちょっと上がりすぎでしょっていう感じはするけど、バランス的に。
これちょっとハグレメタル攻撃しにかかろう。明治キメラも危険だからね。てかみんなのヒットポイントがまたちょっと減ってきたな。くらえ1。よしよしよし、ハグレメタルは任せろ。やばいやばいやばい、死ぬ普通に。塔の1階の探索だけでこんなに苦労するとは。これはもはや1回帰って寝てもいいレベルだよね。まあそのまま進んでいきましょう。なんもねえし、左側か。どうしようかな。バッチリ頑張れ的なものにしておく。でも結構マジックは使うんだよね。ほら普通にヒャダイン。マジックパワーがなくなったら一貫帰還するか。オッケー、マッパンタ。危ねえ危ねえ。そこら辺はなんか考慮してく。おお、混乱しやがった。全然考慮してくんないんだけど頭悪すぎでしょ。メダパニはマジで危険だな。てか王者の剣になってるし。34レベル。ギガデインとかさ、ベホマズンとかいつ覚えるんだ。てかこのマジックパワーだとさ、ベホマズン1回唱えたらマジックポイントがなくなるな。ヒャダイン好きだね。効かないね。当たりは強いんだけどな。マヒャドがマジで連発されたらかなり危険だ。もういきなり撤退するか。5回って結構長いよね。だってまだ1回だよ。だって無理だよマジックパーがそこを尽きるよ。一応左に階段があると思うんで、それは確認しておこう。帰りたいけどな。撤退もしたいんだよな。あー、これか。もう忘れちゃったな。回転床っていう感じっすよね。回転床。ザラキ行け。3匹倒せ。1、2。いいね。意外に役立つザラキ。2匹死んでくれると早いね。あかねちゃんが29レベル。ベギラゴーン覚えたぜ。最上位の魔法塔と。あそこに宝箱がある。これを回収していこう。右が黒いときは、右が黒いときは、左を押すと下に行く。ちょっとわかんない。こっち来ちゃったから、トラマナで強引に進もう。博愛リング。命の木の実。雷神の剣。雷神の剣ってこれ確かベギラゴンじゃなかったっけ。これちょっとゆずちゃんに持たせよう。祈りの指は渡しておこう。まあここら辺でいいや。攻撃力はまあ上がるよね。渡す。ドラゴンテールを装備してる感じでいいんで、持つだけ持っておきましょう。命の木の実で、右が黒でしょ。右が黒で左を押すと下に行くから、下を押すと右に行って、右を押すと上に数。よしよしよし。で今度左が黒だから、これは分かんないな。一回上に行ってみよう。上だと右。これ今どっちにいる。でこれを上に行きたいんだ。今右が黒だったよね。こうか。おお、ちょっと覚えてきたぞ。逆回転なの今ちょっと手元で一人で勝手にやってんだけど、だからこう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 だ。おお、完璧だ。小さなメダルもゲット。これね、本当にね、子供の頃はね全然分かんなかったっすね。
ミミックか。ザキ死なない。これ倒せる、そもそも倒せねえし。ザキ返し、マホトラー、まあ、ユズちゃんか。いけ、一旦で倒せねえし。このね、法則性があるっていうことがね、全然わかんなくてね。これだと上行くでしょ、だから下に行きたいんだからこうよ、でこうよ、今度はこうのこうよ、おどう、完璧じゃん多分これ見てるだけだと何やってんのって思うかもしれないけど、やった人はね絶対わかると思う。やった人は絶対わかる。こうだから右に行きたいんだから、あれ右に行きたいだからこう、逆だし、え、じゃあこうこうサタンパピーベギラゴーン。なんかヒャダインとあんまり変わんなくねえかあとマジックパワーの消費がいくつかだな。でこうだ、よしよしよし。また回を変わってね、ちょっと時間経つと忘れるからねどっち方向だったかっていうのを。ここ、ああしまった、さっきのとこ盗賊の花使ってなかったな。多分回収したよね。この骸骨とかなんかすっげえ怪しいんだけど。ザーキ、窓ハンドか、どうでもいいわ窓ハンドは。ラゴンヌを倒してくれ。もう一回マヒャド疲れたらマジで危険だ。カネちゃんもなんだかんだで118だからな、マジックパワーが。一応上まで行ってレミラーマを唱えてみましょう。あるのかい、しかもここか満タンしよう、もうめんどくさい。まあ、満タンはね、できた当初はなんかすっげえいらなくねとか思ったんだけど、結構便利だよ満タン、こういう横着者にとっては。またなんかめんどくさそうなやつらが出てきたな。あ、90は当たんのか、ベギラゴン。さっきはたまたま弱いダメージだったのかな。これで魔王の影は倒せるでしょう。いや、やっぱりね全体攻撃は強いよ普通に。でなんかね、この右のところからね飛び降りる気がしたんだけど、ちょっと階段もあったんで階段の方を先に行きましょう。あれ、これで全部取ったんだっけ。取ったね。おい、一匹でもベギラゴンとないのか、バッチリ頑張れと。しかも効かんねえし、ガンガン行こうぜの区分がわからん。ガンガン行こうぜはあれかな、もうとにかく全力で攻撃しするみたいな。味方が瀕死になろうと構いやしない、攻撃あるのみっていう。もうちょっとな、臨機応変に対応してくれれば嬉しいんだけど。うわ、これは嫌だ、これは落ちるぞ。ちょっと待って、右が黒でしょ。うわ、もう忘れた、どっち回転だったっけ。これで上に行けば、あ、上行ったね。ってことは左に行きたいから、こうのこうのこうよ。で、今こうだから今度こうでしょ。で、左に行きたいんだからこうよ。よーし完璧、光の鎧をゲット。ま、いわゆるこれがロトの鎧ですね。命の木の実使っちゃおうか。あ、ゆずちゃんに使っちゃった、間違えたま、いいや、光の鎧渡す。ミカミックス、お、めっちゃ上がるわ。大地の鎧も結構長く着てたな。俺のお風呂着るか、んなもん着ないよね。で、あれ、どうだったっけ、こうでこうだったから
右に行きたいからこうだ、でこうで、右に行きたいからこうよ。よーし、マスターしたぜこの回転床。でまたどうせねゾーマの城行くと忘れるんだよね。どっちがどっちだっけっていう。うわしまった、ビーギラゴン。耐性がな強すぎるんだよな、みんな割と効かないからね。で順番的にはベギラゴン、マヒャド、メラゾーマ、イオナズンって感じかな。いやこれは適当だけどね俺の感覚的な話。あ宝ないんだ。じゃあちょっとさっきの上の方に行きましょう。上っていうか1階降りて塔の上。こういうところさ何にも知らないとさ飛び降りるのってかなり勇気がいるよね。マジここ飛び降りんのみたいな。右黒だから上に行きたいからここよ。さて一応盗賊の花、宝はなし。あれこれ右側って何、何にもないか。おお、このハグレメタルは倒したい気がする。しかもメダパニ、お、メダパニでさサタンパピーがハグレメタルを攻撃するっていう、そういう魂胆か、聞かなかったけど。だとグメラゾーマ、しかも2回攻撃かよ。変えとくか、王者の剣に。逃げた。まあそりゃそうだよね、なかなか倒せないよねはぐれメタル。やっぱここでね舞踏家がいるとね会心の一撃の確率が高いんで割とね倒しやすいんですけど、これは右に行きたいんだからこうよ。でこれも右に行きたいからこうよ。オーケーオーケーオーケー。でどんどん上に上がってこうと思ったけど、一応さっきのとこ盗賊の鼻で見るか。なんか床にねポロリーンって落ちてるかもしんないからね。うん、ない。まあ、ないっていうのをね確認するのも大事だからね。じゃあそのまま上に行きましょう。あれここはなんか怪しくね。はぐれメタル倒したいけどな。あそうか王者の剣か。ギラゴン、まあマジックパワー持つか。もうここまで来ればなんだかんだで大丈夫だね。1与えろ。おお当たった、いいね。もうめんどくさいからいいやそのままで逃げてったし。2ターンいるっていうのがほんとまるだよね。そのうちに倒さないといけないからな。右側に変な像が見えたけど、うわ明治キメラもなちょっと怖えからな。メダパニー、キャダルコなんだ。こういうところはなんか節約しだしたな当たり前のように逃げられたな。一応ねドラクエ3だとファミコン版だったらドラゴラムの炎が効くんですよ、はぐれメタルって。ただドラゴラムって1ターン目ドラゴラム唱えると竜に変身してターンが終わっちゃうんで2ターン目なんですよね攻撃できるのが。ユズは目の前の石像を眺めた。不思議な気品の漂う美しい女神像だ。でここで妖精の笛を吹くと。妖精の笛って誰が持ってんの誰も持ってなくねいや多分絶対手に入れたはずだからどっかにあるはず。いやマジでわからん、物が多すぎるんだけど。 あったあったあった。これここで使えるのか。
道具から使えるのか、それはいいね。まあさすがにね、戦闘中に袋からは使えないですけど、移動中だったら大丈夫か。ああ、まるで夢のよう、よくぞ封印を解いてくれました。私は精霊エルビス、このアレフガルドの大地を作ったものです。お礼にユズにこの聖なる守りを差し上げましょう。そしてもし大魔王を倒してくれたなら、いつかきっとその恩返しをいたしますわ。私は精霊エルビス、この国に平和が来ることを祈っています。まあ、大したことはしてくんないよね、こいつ。アレフガルドを作ったとかさ、大層なこと言ってるけど。やっぱ、人間界は人間の手で何とかするっていうのが、この人のあれかね、ポリシーかね。神は手を加えないっていう。で、ちょっとアリアハンに行きましょう。メダル渡しに行きます。で、その後にあの魔王の爪っていうね、まあ、ワンでいうロトの墓があった洞窟に行きたいんですけど、あそこもね魔法が使えなかったはずなんで、薬草をちょっと大量に買っときましょう。まあ、ここでね力のた盾とかね、ベホイミの役目なんで、それを持っていくのもいいんですけど、いかんせん金がない。あとなんだっけ、賢者の杖とかがベホイミになるんだっけ。何をするにしても金が必要だ。金がなければ買うこともできない。ところで次の景品ってなんだっけ。最終的にはグリーンガムの家だよね。92枚復活の杖で、次が神秘のビキニか。神秘のビキニは欲しいけどね、やっぱビキニっていうのがいいよね。その性能云々っていうよりもね、ビキニっていうのがいいよ。でもさ、戦士もわりかしビキニなんだよね。イラスト的には。じゃあ、また自宅で寝ますか。いや、ここにねメダルおじさんがいるから自宅を利用することが多いよね。あれ寝れない。マジか、寝れないんだ。おい、じいさん寝かしてくれ。寝れなくなってしまった。全然知らなかったな。ほら、ファミコンとかってもう別にアリアハンに帰ってくることないじゃないですか、基本的には。ラダトームへ行くか。まあ、ラダトームは安いからね。これどうやって土地代払ってんのかよくわかんないけど、1人1円でしょ。まあ、1円がさ、1ゴールドっていう換算じゃないと思うんだけど、ゴールドの下になんかあんのかね、1門みたいな。ゴールドって金みたいな感じだから、1銀みたいな。これなんか絶対魔法使ってくるからさ、まあいいや。お、イカズチの杖か、頭使ったね。薬草だけで大丈夫かな、そもそも。せめて力の盾くらい買う、いろいろ売っ払って。復活の杖があるから、まあ、ザオラルはなんとかなるし、世界樹の葉もあるんだよね。薬草50個あれば大丈夫か。行こう。もう戦闘中は攻撃的ご利用そう。イカズチの杖とかって量産できないのかね。そうすればさ、少なくともベギラマは使えるよね。あ、でもさ、装備できないと使えないのか。一般市民に持たせたところってか、装備できるできないとかってさ、杖なんだからどうなの。鎧はさ、重くてさ動けないっていうのはわかるけどさ、イカズチの杖とかって誰でも持てるでしょ。でもベギラマを杖に込めるってどうやるんだろうね。なんか魔力とかを込めるのかね。おお、ベホマラ覚えた、やったぜー。
また窓ハンドか。まあももちゃんもね、ちょっと転職させたいといえば転職はさせたいんだけど、やっぱりね呪文をちょっと覚えきりたいっていうのがあるんですよね。せめてねザオリクは覚えたい。ここももう全然覚えてないからな。おお鼻が効かなくなるのか。マジか、鼻すら効かないんだ。どんだけ匂いこもってんだよここ。いやいやいや、待って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 、こいつアホすぎるだアホすぎるだろう。これはもう普通にあれだな、呪文使うな。だな、攻撃あとのみ。トロルキングとかヒットポイント高そう。これさ、杖はどうなの。ちなみに杖、小さなメダル、こんなとこにもあるんだ。ま、落っこってるってことはなさそうだからね、多分全部宝箱でしょう。こういうところでさ、もう落っこってたら無理だよ、発見不能。よし、ブーメランを最初の方に投げてくれるのはすげえ助かる。トロルキングはまあ多分攻撃しかしてこないからね。こっちがね呪文使えないってことはあっちも呪文使えないからね。ただモンスターはさ炎を吐いてきたりするからさ、そういうのずるいよな。ドラクエ3だとさ、こっちそういう特技ないからね。ドラクエ6とかさ、そういうのになってくるとなんか特技でさ、人間でも炎を吐けるようになったりするんだけど、3はねまだちょっとそこまでの職業はない。ゴアヒドラとかヤマタノオロチと同じ形してんじゃん。ほんとなんかこいつら炎入ってくるやつらばっかだよな、ずるい。燃え盛る火炎、ゲッ、しかも2回行動かよ。サラマンダーも絶対さ入ってくるからね。薬草を投入するか、ももちゃんに3700とかすっげえ経験値持ってる。ただよし、これでいいか。割と一本道だね。サタンパピー、イカズチのせい、これは大丈夫だよね。効かないけど。下に宝箱ないよね。そのまま階段を降りましょう。ベギラゴーン効かないあれだけの炎を効かないっていうのもすげえ耐性だよな。ベギラゴン効かないのにさ攻撃が通るっていうのもまた不思議だよね。これはなんかすごいな、なんか怪しい感じの配置だね。金金みたいな、ミミック金に釣られたなみたいな。ミミックってでもさ、ふけこいつ何もできねえじゃん。ずーっと宝箱のまま動かないのかね。動けんのかねミミックって。どうやって歩いたりしてんだろう。食べ物は虫とかを捕食してんのかな。こんなところにだって人間は訪れないでしょう。ってことは人間を食べることはできないから、やっぱり虫とかを捕食してんだ。あ、もう、おお、バシルーラとか唱えてくるんだね。全く無意味だけど。バシルーラはね、めんどくさいんですよね。ルイダの酒場に飛ばされるんで。おお、小さなメダル。さあ、そして、この宝箱を回収すれば。まあ、ダンジョン自体はそんなに長くはなかったか。
おーいいね、2人とも聞いた。てかさ、グループ攻撃はさ、雷神の剣にすればいいから、雷神の剣装備しよう、普通に。それでいいじゃん。よし、勇者の盾。これが路頭の盾ですね。もうわけわからんから、道具整理しよう。で、こいつも。で、こいつも。勇者の盾が袋に預けられてしまった。まあいいや。回収しよう。おお、上がるね。ドラゴンシールドか。で、ドラゴンシールド自体は、ああ、もうゆずちゃんも装備してんのか。うん。売ろう。これさ、いけんの？あ、いける。あれ、何これ？こんなんだったっけ？え？どういうあれだ、原理だ？マジでわからん。外に帰れるのかと思ったら全然帰れなかった。もしあれで外に出れるのではってちょっと心の中では思ったけどさ、歩いて帰るしかないか。リレミトが使えないっていうのもね。アークマージゲッ会心の一撃が出ても倒せない。まあ、全然複雑な道ではないんで。アークマージがやたら立ちはだかってくる。ここは倒産みたいな格好してるし、一人で来るっていうのがね。だって4人だよ、こっち4人に対してさ、一人で挑んでくるって相当勇気があるんだか相当バカなんだかのどっちかだよね。まあ、女性が3人いるからね、舐めてかかってきたのかもしんないけど。雷神の剣、こっちの方がいいのか、攻撃よりは。おー、両方効けば全然いいね。うん、やっぱり攻撃力は強いね、ゆずちゃん。ミカミック35レベル。ザオラル。アカネちゃんが30レベル。ベホマ、シャナック。シャナックはね、呪いを解くんで、あんまりいらないよね。割とね、なんか、いらなそうな呪文があるんですよね。こいつあれか、ベヒラゴンが効かないのか、多分。サラマンダーだからそんな感じはする。激しい炎、痛い、すげえ食らった。多分耐性がないから70とか食らったんだな。サラマンダーやはり強いな。その分経験値もすごい、1人1500持ってんのか。一応100は超えておこう。戦闘中に回復ができないからね、ある程度のヒットポイントを保っておかないと事故死する。おお、最後の最後にトロルキングが。あれ、何これ。いや、何してんのお前無駄でしょ。土地狂ったなマジで。まあ AI に任せてる俺も悪いんだけどさ、じゃあ自分で動かせよってところだからね。よし、じゃあ無事帰ってきたので、リムルダールに行ってちょっと一旦寝よう。で、虹の雫と交換してきましょう。下の方の祠で金もわりかし溜まってきたね。ただグレートヘルムだっけ、あれ欲しいんだよね。いくらしたっけグレートヘルム。あとハヤブサの剣も欲しい。全然金が足りんわ3万5000とか。10万くらい必要だぞこれ。ちょっと待ってね。
で、ドラゴンシールドってさ、耐性あったっけ？なんかありそうだよね。もうなんかね、最後の方になると炎耐性とかね、呪文耐性がね重要になってくるんで、防御力だけではねちょっと選べないんですよね。やっぱそういう付加価値っていうのがね重要なんだよ。付加価値っていうのが、船に乗るまでちょっと遠かったな。あ、そうか、呪文使うなになってたんだ。もう呪文使っていいんで、ガンガン行こう、ガンガン。一番さ、お手軽にさ量産できそうな、なんか呪文の効果を発する杖ってなんだろうね。イカズチの杖はそもそも非売品だけどさ、なんかメラとかだったらさ売ってたよね。でメラじゃさすがに弱い か、そういうのをさみんな子供とかにさ装備させればさ、まあある程度スライムとかは絶対倒せるからね。でレベルを上げていけば、てか勇者はさ16歳になるまでさレベル1だったからね。子供の頃とか何してたんだろう。なんか例えばさ、もう小学生あたりからさスライムとかだったら、え、どう？なんかいけそうな気がするんだけど、ちょっと危険か。小学生は危険かな。まあ、小学1年生とかは危険だよね。なんか高学年のさ6年生あたりになったらさ、じゃあそろそろお前もスライムくらい狩れるようにならないとねみたいな。ザラキで、なんか中学生になってさドラキーを倒すみたいな。で16歳の頃にはなんかレベル5くらいでさ、王様も、おお、ミカミックス、お前はもうレベル5か、じゃあ旅立つがよいみたいな。でもここら辺のさ町の人たち敵が強敵すぎるからね、どうにもならない。生まれた瞬間絶望しかないっていう。ただ武器防具もすげえいいの売ってるけど、くれくれ、よくぞ来た。今こそ雨と太陽が合わさるとき。そなたにこの虹の雫を与えよう。ありがとうございます。有効活用させていただきます。よし、もう一回リムルダールに飛んで、ちょっと売っ払うもんは全部売っ払って金にしよう。あと使うもんは全部使って、その種的なやつ準備万端にしてゾーマのとこに挑もう。なのでまずは道具整理、またちょっと一旦ここら辺のものを預けて、で袋も種別分にして、で袋から使えるものを使おう。素早さの種、ミカミックス3、よし。賢さとかな、あげなくていい気がするんだけどな。まあいいや、使っとこう。ラック、運の良さ、命の木の実、不思議な木の実、不思議な木の実はねもうマジックパワーが上がるからね使っておきたいよ。あとは大丈夫か。ここら辺の本はね取っておきたいからね。よし、じゃあ売るもん売ろう。売りに来た。これまとめて売れないからね、1個ずつ売ってかないといけないからめんどくさいんだよね。ヒノキの棒と確実にいらねえし。でまた袋に行ってっていう。毒針は取っておく。ルーンスタッフ一丁いいよね、売っちゃって。売ろう。超高え。5000円で売れるんだけど。ドラゴンテールか、ドラゴンクローとか12000とか。魔人ノーノはちょっと持っときたい。正義のそろばんってさ、商人でしょ？ 18000 で売れるんだ。売ろう。いいよ。もう商人なんて入れないし。あとは、破壊の剣とかクソ高え。33,750。こんなんいらねえよ。やった、8万円になった。モロハの剣もいいっしょ。でここら辺ってさまた手に入るんだ。なんか誰か敵が持ってんのかね。もう二度と手に入んないよみたいなこと言ってこないし。これ2つ売れないの、布の服とか。
いっぺんに2つ売りたいんだけど。旅人の服、もうこれいっか、ここら辺はちょっと裏で売ろう。まあ、1000円台だね。ちょっと1000円台行ってから売ろう。まあ、1000円はね、だってだいぶ足しになるからね。三河市の服とか2000円で売れるし、いや、なんかすっげえ一気に金持ちになった気分だな。ここら辺は800円、鋼の鎧も売ろう。こいつは袋の中にさ、どんだけ詰め込んでたんだよ。袋誰が持ってんだろうね。超重そうなんだけど、魔法の鎧とかさ、鋼の鎧とかが入ってるからね。パーティードレスってどうなの。2つあるけどさ、1個ちゃう、二度と手に入らないかもしれないぜって2つ持ってったけど。なんかじゃあちょっと持っとく。わりかしおしゃれなスーツとかもなんか、あ、そうだよね、なんとなく持っておくか。いざとなったら売ろう。地獄の鎧とかどこで手に入れたっけ。忍び服もそうなんだ。まあ、忍び服はいいでしょ、別に売っても。大地の鎧も別にいいでしょ。このさ、武器屋さんすごいよね。二度と手に入らないものをどんどん仕入れてるからね。まあ他の一般人が買ってくれるかって言われたらまた別だけどさ。魔法の盾も売ろう。で、ドラゴンシールドも、まあ、別に買えるもんね。ここで買えるからね、そもそも。あとは、不幸な兜とかね、押し付けられてもしょうがないからな。金のくちばしとかも結構高く売れんね。ルビーの腕は、まあ、ここら辺持っとくか。ちょ、12万円あるからね。まず、ハヤブサの剣を買う。で、これを、アカネちゃんに持たせる。装備はしない。で、グレートヘルム2つ買ったらさ、一気に金がなくなるんだけど。まあ、いいや、買おう。グレートヘルム。鉄仮面が売れるか、でも。よし。で、オーガシールドをどうするかっていうところなんですけど、ドラゴンシールドはね、多分なんか炎とかね、防いでくれそうなんだよね。もうオルテガの兜とかいらんわ。もういらん、いらん、いらん、こんなもん。かわいそうなオルテガさんっていう。で、鉄仮面も売りましょう。まあ、これでわりかしお金はあるか。よし、じゃあちょっと虹をかけに行きますか。はやぶさの剣はね、2回攻撃ができるんで、まあ、はぐれメタルがね、出た時とかちょっとはやぶさの剣にしたいんですけど、まあ、ただあかねちゃんはね、ドラグラムを覚えれば、ドラグラムを使って確実に倒していくっていうのもありなんだよね。だったらミカミックスにハヤブサの剣を。金はあるから持たせておく。まあいいや、もうちょっと向かってるんで。でこっちら辺はね、そのたまにね、はぐれメタルがね、8匹くらい出てくるんですよ。いや、ファミコン版は。俺もうドラクエ3はね、基本的にファミコン版の情報なんで。いや、なんかね、ゲームボーイ版をね、1回やった気がするんですけど、やっぱりね、記憶が残ってるのはね、ファミコン版なんすよね。なんかこの砂漠あたりでね、すげえレベル上げした気がする。はぐれメタルが。ほらほらほら、出てきた出てきた。で、全員命令させろにして、あ、ここであれだ。なんだっけ、魔人の斧を持ってればよかったんだけど、ちょっと王者の剣にしとこう。なんとなく。で、ハイブサの剣にして、お金ちゃんをはぐれメタル。逃げた、逃げた。終わった。全てが無駄に終わった。よし、ここで虹の雫を使いますか。もう誰か持ってないよね、道具だよね。どこどこどこ、虹の雫は探すのが大変だった。ここ以外で使ったらどうなんだろう。いや、使えないんだけどさ、別の場所でさ、ちょっとここに橋かけようみたいなのってできないのかな。
というところで、じゃあ、虹の雫をかけましたので、次回はあのゾーマの城ですねに突入して、次でゾーマ倒せるかなちょっと分かんないですけれども、もしかしたら探索会 と、ゾーマ会で分かれるかもしれません。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。